ミニ14は1973年にスタームルガー社が発表した自動小銃である。外見上のレイアウトやデザインは1959年にアメリカ軍に採用された M14 自動小銃を参考にしている。主に民生用として販売されているが、軍や警察といった公的機関での採用例もある。その名の通り小型と言えるほど M14 によく似たデザインをしており、 その名称も商業戦略上の語呂合わせのような商標である。スタームルガー社の設計方針に沿った単純な機構で製造コストが低い上に故障も少なくて入れも容易である。その設計から命中精度も良好であり、プリンキングやランチライフル、ホームディフェンス用ライフルなどとして人気が高い。スタームルガー社の創業シャビルルガーが描いた当初のアイデアは M1 カービンのような 223レミントン弾使用の縮小された M14 小銃というもので、アメリカ軍の新たな正式小銃として採用されることも期待していた。しかし、完成したのは、ベトナム戦争末期に差し掛かってからで、軽量小型な M16 小銃が採用された後のことだった。結局、このライフルは主に民生用ライフルとして販売されることとなった。 小型化された M14 というアイデアには多くの消火器の開発に携わってきたルネスタ・ドラーリック軍大佐も興味を示していたという。後にルガーは M1 ガーランドの原理を諦めることこそ先進的な M16 に向かうために必要な苦痛だった。これで良かったと思っているとしながらももし5年早く完成していればミミ14が正式小銃として採用されていただろうと語っている。 設計には、ルガーのほか、エル・ジェームズ・サリバン技師らも携わった。サリバンは、寄生重機のスケールダウン設計を手掛けることで、知られていた技師で、M16 小銃の設計にも参加している。コストを抑えるため、金属部品は、インベストメント鋳造、または、プレス加工によって成形されており、重傷には、クルミ剤の代わりに軽く染色した安価な、アメリカ製工材が用いられた。 販売価格は200ドルと安価だった。M14 の小型化というアイデアから生まれたライフルでは、あるものの内部の作動機構は M14 と異なる。回転ボルトは M14 を参考に新設計されたもので、ガスピストンなどは M1 ガーランドを参考としたものである。高連発の着脱式箱型弾倉が銃本体に付属し、 オプションとして10連発断層と20連発断層も販売されていた。これら大型断層は法規制のもとで一時生産が中止されたが、アサルトウェポン規制法の期限切れ以降は販売が再開されている。この種の民間向けライフルの例に漏れず、木製ストックと樹脂製ストック、クロムモリブデン構成型とステンレス構成型など、いくつかの選択肢がある。また、 安価に大量生産された普及品のため、米国内ではアフターマーケットの社外製部品やアクセサリー類も豊富である。この点もパーツ交換で遊べる民間用ライフルの強みであり、ヒット商品になった要因の一つである。木製のストレートストックや剥き出しになったガスブロックといったクラシカルで民生用ライフル全としたデザインは M4 カービンのように金属やプラスチックを多用した。 マットブラックの物々しく戦闘的な印象の銃器よりも周囲の民間人に与える威圧感が低いと考えられることからミニ14や a c 5 5 6ライフルは軍隊よりも民間人の目に触れる機会の多い警察組織からも注目されることとなる1982年ランチライフルと呼ばれるモデルが発表されたこのモデルは 機関部と一体型のスコープマウントベースが設けられていたほか、反動を軽減するリコイルバッファシステムが組み込まれ、ボルトストップの形状を改めて薬莢がスコープにぶつからず横へ飛ぶように改良されていた。2004年から2006年にかけては生産を一時中断し、生産設備の刷新や根本的な設計の見直しが行われた。この際に、 代償様々な改良が行われ、また以後はすべてのモデルにランチライフルと同型のスコープマウントベースが設けられている。使用する弾薬や用途に応じていくつかのバリエーションがある。ミニ14、ミニ 1420GB 最初に開発されたモデル。弾薬は一般的な 5.56X45mm ナトー弾、または同じ寸法の223レミントン弾で、 標準で5連のショートマガジンが付属するが、10発と20発の断層もオプションとして別売りされている。20GB は軍用を意識して着検機構が取り付けられており、M410 件を取り付けることができる。ミニ14回 AC-556、AC-556 回軍、警察向けにミニ 1420GB にフルオート。 または3点バースト機構を追加するなどの改良を施したモデル。AC-556AF は AC-556 のバレルを短縮し、サイドスイング式のホールディングストックとピストルグリップを備えたカービンモデル。銃本体の側面後端に回転式の射撃モードを選択するためのセレクタースイッチが付いている。セレクタースイッチは、 レバーの頭部にストッパーボタンが用意されている。ミニ 30AK-47 と同じ 7.62X39mm 弾を使用するモデル。標準で5連のショートマガジンが付属するが、AK-47 と同じ30連、バナナマガジンと同型のものが流用できる。その光景から命名されたため、より M14 のデフォルメという意味に近い。 ミニ6.8スタームルガー純正としては最も新しいモデルで新型の 6.843mmSPC を使用する。マガジンはミニ14と同じものが使用できるがその場合は相談数が減ってしまう。AMD カービンを手にするフランス共和国保安機動隊隊員 AMD カービンフランス内務省向けモデル。1978年 フランス内務省では旧式化しつつあったマッ a 四4 9短期艦銃の後継装備たる新型銃を採用することを決定した。新型銃は三弾銃や短期艦銃よりも火力のある自動小銃が好ましいとされ、同時に市外での使用も想定されることから FAMAS。突撃銃のように攻撃的な外見であってはならないともされていた。こうして、 要請を受けたスタームルガー社がミニ14を元に開発したのが a m d カービンである。a m d は自営用火器の略。基本的な構造はミニ14と同一だが、リコイルパッドとスリングカットアウトを備え、チェッカリングを施された重傷など細部に差異が見られる。他にも社外品としてサムホールタイプやスケルトンタイプ、サイドスイング式の折りたたみストックといった、 交換用パーツ、スコープやダットサイトを取り付けるための 20mm マウントレールなどが販売されている。珍しいところでは、マーク14もっと、例によく似た近代的な EBR ストックも存在する。王立バミューダ連隊の兵士、グラスファイバー製ストックのミニ14を所持している、軍用を想定した設計の銃ではないが、 警察の他に一部の軍組織でも使用されている。ミニ14の登場作品を表示するには、右の、表示をクリックしてください。CSI、マイアミ、アンダーカバー、コマンドアリアス紙幣が 20GB を使用。セミオートで即射する映像に、フルオートの銃声が加えられている。超音速攻撃ヘリエアウルフ近海合奪班が AC、AC-556F を使用。 特攻や老 A チーム、A チームメンバーが使用。映画版でも、ハンニバル・ジョン・スミス大佐が使用。バトルトラック敵の武装集団が、ミニ14を、主人公が AC-556 を使用。フェース、オフ刑務所の監守が所持。フラット、ラストターゲット、M14 の名称で登場。ロマンシング、ストーン秘宝の谷、静かなる叫びモントリオール理工科大学。 虐殺事件を題材にした作品。人類は衰退しました。第3話に登場。壁にかけてある。極大射程 FBI 捜査官のニック・メンフィスが使用。リフト4デッドシリーズ、ハンティング・ライフルの名称で登場。プラ・アンノン、S ・バトル・グラウンズ・ DMR として、ミニ14の名称で登場。グランドセフト・オートバイス・シティ、クルーガーの名称で登場。ありがとうございます。